ロンゴノットさんは、ケニアにある火山である。グレートリフトバレー内の内場車湖の南東にある。1860年代の噴火を最後に活動を、休止していると考えられている。ロンゴノットは、マサイ語のオルナングオットから来ており、たくさんの都市粒、または、険しい尾根を意味する。マサイ族はこの山を、オルドイニョローノンゴットと呼んでいる。ロンゴノットさんは、 ロンゴノット3国立公園の一部であり、ケニア野生生物校舎によって保護されている。国立公園の入り口から、クレーターの円まで道が伸び、クレーターを取り囲むループ状の道に続く。全行程は、約8から9キロメートルの長さであるが非常に険しく、クレーター一周を含む、公園入り口ロンゴノット3丁公園入り口、を行くにはおよそ5時間のハイキングになる。入り口は、 海抜およそ2150メートル、山頂はおよそ2780メートルであるが、ジグザグのクレーター園をなぞるため、実質的に垂直で650メートル以上,上、登ることになる。小木の森が、クレーター堤を覆い、小さな水蒸気噴出口が、クレーター壁の周りに間をあけて見つかる。この山には、様々な野生動物が生息しており、シマウマ、キリン、バッファロー及び、 ハーテビーストが有名である。今日も報告されているが見つけるのは極めて困難である。ロンゴノット清掃火山は、ソメン岩からなり、約2万1000年前の爆発噴火で形成された8 2トルのカルデラを持つ。カルデラ形成後の溶岩が、カルデラ帝都山麓で見つかっている。ルイス・リーキーが1928年に、土地のマサイ族の老人に聞いた話によると、 約60から70年前に北側の山腹で河口から火が噴出したという。ロンゴノット山はナイロビの60キロメートル北西にあり舗装された道で行くことができる。近くの町もロンゴノットという名前である。衛星通信のロンゴノット地球局は山の南に位置する。ロンゴノット山のクレーター、ありがとうございます。